ございます。設定言った方がいいね。設定そうですね、設定は30代、ちょうど30歳の女性になった方で、今日カラーリングで来店されました。で、今10レベルのレベルで新生徒が2センチ伸びている状態です。はい、はい、新規の方でホットペッパーです。はい、はい、ホットペッパーを見て来店していただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お座様、お待たせいたしました。キョタンとさせていただく高橋です。お願いします。お願いします。じゃあ今日カラーリングで、今日なんかイメージとかありますか？ちょっと、はい、こう色が明るすぎるんで、はい、なんかこうもうちょっと、落ち着かせたいなって。なるほど。はい。ちょっと少し落ち着かせたいなって感じですかね。そうですね。ありました。なんかこんな色味にしたいとかってありますか？特にないんですけど、いつもなら黄色っぽくなっちゃうんですよね。あ、ちょっと抜けてくると黄色っぽくなっちゃう。うん、割とね、カラーしても、はい、なんかこう、キンキンしちゃうというか。キンキンしてきちゃう。ちなみに今までってどんな色をやってきました？やっぱ前回の、ね、いつもお任せしちゃうんですよね。あ、そうなんですね。あ、ちょっと特別この色味ですとか、あ、まあ、発表とかなしに知らされずに、まあ、なんて言ってたかな、この間ベージュって言ってたかな。ああ、ベージュ系の、ちょっと明るめのベージュとか。まあ、今そんなに明るくっていうのは話してないんだけど、はい、こうちょっと黄色っぽかったかな。黄色っぽいの。なるほど、なるほど、分かりました。ちょっと面白いですね。例えばちょっとその黄色みがあんま出ない感じでやったのに、前回やったそのベージュ系とかもすごいいいかなって思うんですよね。うん、なんかあんま赤系とかは好きではないです。赤すぎるのとかピンクとか。なんかそのイメージ的にちょっとこう若いすぎる感じがするんですよね。ああ、本当ですか。まあ似合うかなと思うんですよね。でもそんなにちょっと好みじゃないなっていうのがあったら、例えばなんかバイオレット系とかってやったことあります？いやー、ないかな。ない。なんかバイオレットって聞くとすごいなんか紫って感じでどんな色なんだって思っちゃうかもしれないんですけど、結構この秋とか割と流行色の一つも取り上げられてて、例えばこんな感じの色味とか、ちょっとまあバイオレットにちょっとアッシュかかった感じ、ちょっとくすんだ感じでって感じなんですけど、あんまりそのキンキンしてないのが特徴で、その黄みをなくしつつちょっとアッシュっぽい感じでくすんだ感じも出せる。結構あの普段って仕事の時ってスーツとか着られたりとか制服着られたりとか。そうです、スーツで。スーツです。私服は今日みたいな感じが多いです。そうです。ちょっとカジュアルですけど、割とカジュアルな服装にもそのちょっとカチッとした服にもハマるかな。例えばちょっとそのあんま黄色っぽくなってきちゃったりすると、普段の服には合うんだけど、ちょっとスーツとか着た時にあんまり合わなかったりとかしちゃったりするかなと思うんですけど、そのあんまりそのキンキンした感じがないから割とハマりやすいかなと思います。これでお願いします。わかりました。で、色味的にも間違いなくトレンドのカラーなんで、うんうん、あんまりまだそんなに街中にすごいいっぱいいるわけではないんで、先取りちょっとできると思うので、ちょっとバッチリ任せてください。よろしくお願いします。じゃあトーンはワントーンぐらい下げる形でやらせてもらって、あんまり極端に暗くなりすぎないようにやらせてもらって、ちょっとバイオレット系のカラーでやらさせていただきます。よし、ちょっと楽しみにしてください。お願いします。これトミーズさんじゃん。まあいいや。よし、まずね、はい、
じゃあフィードバックを、はい、いきたいと思います。はい、お願いします。もうやっぱ持ってきてる色とかおすすめしてる色とかそのバイオレット系とかっていうのも、はい、全然これいい色だし多分そういう設定の人だったらこうああいいって思う色なんだと思うんだけど、なんかそのもうちょっとなんかその押し付けが多いというか、多分それどこの美容室行ってもそういう美容師さんってそうなるような気がするんだよね。はい、そういう提案で、だってまさしくなんかその今までどうしてきましたかっていつも若手にするんですって言って、はい、してきたような対応してない、同じような、はい、多分なんかそのずっ と特別感はないよこのカウンセリングにきっと、はい、まあ、その人の中での美容室ってこういう感じになるよなみたいな、だから期待を超える感動はないような気がするんだよね、はい、同じ時間でも今のでそのパッて今の聞いて、はい、その俺が感じたのがだよ、はい、パッてこういうのどうですかとかそのトレンドの前バイオレットとかやったことありますとかっていうよりも、はい、もうちょっと深いところまで行って、はい、あ何その黄色っぽくなるといつも、はい、でその黄色って好きじゃないのとかさ、はい、好きじゃないのかとかそのなんで黄色っぽくなるのが、まあ、嫌なのかどうなのか、なんでその黄色くなの嫌なのかとか聞いてみてもいいんじゃない、はい、ちょっと理由はあるじゃん、黄色っぽい色は自分に似合わないと思ってるとか、はい、なんかそのパサパサして見えるとか、はい、そのちょっとでも、まあ、カラーはしてたいんだけどなんかその仕事上明るく見えちゃ困るとか、はい、もっと言っちゃえば自分が一番そのどういう明るさのところにいるところが多いのか、はい、外で仕事することが多い人と内側の光で当たることが多い人のやっぱ見え方も違うじゃん、はい、もっと言っちゃえばその夜のお仕事の人はやっぱり暗いところで、夜のお仕事の人ってさ髪の毛明るくするしたがる人多くない、多い、年齢問わずあれってやっぱ暗いところでやってるから髪が明るく見えづらいんだよね、中途半端の8レベルとか10レベルとかぐらいだと、はい、なんか結構こう重く見えちゃうからなんじゃないのかなって、はい、なんかそんなことを聞いたことがあるのね、そういう仕事をしてる人たちからそういうその人がどういうシーンにいるのかっていうのを踏まえてカラー提案した方が、はい、なんかよりお互いのイメージをこう合致させやすいような気がします。面白い、うん、カラーのカウンセリングなんかそのこの色が似合うみたいなのを見つけるのはもうできるはずだから、できてるし絶対ね、その営業見てても外さないからそこじゃん。それがあってからのバイオレットはすごく価値を感じる。あともう一つそこだね、はい、その人の好みをよりその引き出してあげる、探ってあげるのと、はい、普段どういうシーンにいるのかっていうところ、はい、でいいんじゃない。そうそう、ちょっと浅かったです。もうカラーブローであっても普段髪をどうしてることが多いのかとか、はい、あともっとさ、そのすぐ黄色っぽくなるって言っても、はい、まあ、ちょっと俺今この髪があれだけど、どこを見て黄色っぽくっていうのはない。毛先が黄色っぽくなる人もいればさ、ここはすごく色抜けやすい人もいいんじゃん、はい、そういうのも聞いてあげるとかね、はい、で仕事の時ずっといつも言われちゃってるって人はやっぱこの辺のカラーを気にしたりとかするよね。いつも下ろしてる人はこの辺ばっか見てないのか、本当に、はい、あとはすごい大事なのがやっぱそのよろしくお願いしますって言って今日からどうしますって言われた時にパッて触ったところとか見とくとかね、はい、パッてこの辺触ったらなんかこの辺の色が気になってるのかもしれないし、はい、あ今日はみたいな感じでこうやって毛先触ったら毛先の体色気にしてるのかもしれないしみたいな、はい、話し出したらキリがないねこれ、うん、勉強になりますと感じました。はい、ありがとうございます。いい色だね。これはいい色です。